ニラダレで食べる豚バラキャベツ、うん、いや素晴らしいです ね、シンプルに美味しそうな感じがしますね。そうなんですよ、まずもう豚バラとキャベツの相性もいいんですけども、はい、そこにこのニラダレでガツンとした美味しさをね足してもらいました、うんうん、これはですね本当に他のものにも使えるタレですのでね、ぜひ覚えていただきたいものです。これですね、お元気でそう、もうかなりいい香りもしてきますんで、うんね、ぜひ覚えちゃってください、はい、では材料を見ていきましょう。こちらです。キャベツ4分の1個、豚バラ肉 100g、 酒大さじ1、そしてニラダレの方がニラが2分の1袋、醤油大さじ4、酢ごま油が各大さじ2、白ごま大さじ1、砂糖おろしにんにくが各小さじ2分の1、一味唐辛子はお好みでご用意ください、はい、では作っていきましょう。はい、はい、まずはこちら、うん、なんとキャベツ。そうですね、見てお分かりの通り。お分かりの通り、ありがとうございます。一口大にですね、はい、もうはい、ざっくりと切ってください。もう大体で大丈夫ですね、はい、うん、はい、こんな感じです、うん、そしてはい、はい、豚バラ肉、これも食べやすいサイズに切ってください、はい、大体で大丈夫です、うん、さあ切りましたらですね、今これキャベツ入ってるのが耐熱のお皿なんですけども、はい、この耐熱の皿にキャベツ入れた後、豚バラ肉を乗せていきます。一枚ずつ丁寧に丁寧にいってもいいですし、いいですし、翼はドンですね、はい、その後なじませてください。これ楽でいいですよ。ちょっと広げた方が熱が入りやすいかな。そうですね、うん、あんまり塊になっちゃうとね、食べづらいのでね。でもリアルに夕方の食卓で準備される皆さんはね、はい、ドンで一回行くでしょうね。そうです、うん、キャベツドン、肉ドン、これで大丈夫ですから ね、そうですね。さあドンしたらですね、今度はお酒回し入れていきますよ、はい、ここですね、はい、入ります、はい、お酒大さじ1です。はい、はい、入りました、うん、さあお酒入れましたらですね、今度はここにラップをしていきたいので、よいしょ、これですね、はい、ふんわりと、はいはい、ちょっとね、もうラップが最後の方のラップになっちゃってるから、最後の、ね、しつこめのラップですね。でもこれもご家庭で分かるって指さしてる方多いと思います。そうなんですよ、なんで新しいの用意して、こういう時は見え張って新しいの用意するでしょう。本当です、でも、うん、まあね、使い切るタイプです、我が社。ラップの最後の方は結構シワも入ってくるんですよね。そう、シワが入ってね、粘着もちょっと弱いんですけど、弱いんですよこれね。ふわりです、ふわり、はい、ふわりしていただいたらですね、はいはい、レンジに入ります、はいはい、お気を付け、遊ばせ、はい、遊ばせ、はい、はい、蓋を閉めちゃいまして、はい、600W、6分から8分とざっくりとした時間ね、加熱していただくんですけども、ちょっと分数にやや幅がありますね。幅あります、これ皆さん様子を見ていただいて、あ、そうかそうか、あ、お肉の色のつき具合とかですね、うん、そろそろかなということで、6分から8分ぐらいやっちゃってください。はい、さあそしたらですね、タレの方に行きましょう、はい、まずですね、こちら器の中にニラが細かくカットされてますね、うん、結構いっぱい入ってますね。そう、たっぷりめのニラがいいですね、うんうん、具材感も出ますんで、はい、ここにね、あと足していくんですけども、まずはお醤油です、うん、大さじ4、はい、入りました、うん、次がこちらは酢ですね、酢大さじ2、うん、酢が入りまして、同じく大さじ2、ごま油と、うん、ガツンとしてきました、うん、白ごまでございます、こちらが大さじ1、うん、入ります。お砂糖ですね、小さじ2分の1、はい、はい、入ります、うん、そして、はい、ニンニク、うん、おろしニンニクですね、小さじ2分の1、もう組み合わせ的にね、すでに美味しそうな感じしますもんね。そうなんですよ、うん、で、ここからはもうお好みなんですけども、はいはいはい、こちら一味唐辛子、今回どういたしましょうか。玉谷さんが辛いのは好きかどうか、得意かどうか全く聞いてなかったので、あ、結構好きですね。結構好きですね、はい、はい、じゃあ全部です、はい、片道切符です。片道切符入りますはい、もうこの辺は好みでね、はい、足す足さない決めてください。ちょっとね、遠くの方から玉谷さんの戸惑った声は聞こえましたけれども、そうですね、まさか聞こえないふりして、はい、全部行くとはと全部行くわよさあしっかり混ぜますよ混ぜないと一部だけすごい辛いことになったりしますんでね、はい、ちゃんと混ぜて混ぜて、ね、愛情込めて混ぜましょう。はい、うん、OK です。しっかり混ぜ合わせましたら、はい、あとですね、先ほどのレンジでチンをした、うん、豚バラに火が通りましたら、はい、さらに盛り付け、上からニラダレかければ完成でございます、うん、おー、楽しみです。